皆さんこんにちは、ケアジョーです。本日は介護医療院に関してご紹介していきます。介護業界で働いていても実は他の事業所タイプは知らないというご相談、ケアジョーの LINE でたびたびいただきます。そこで今後いろいろなタイプの事業所の情報をまとめていきたいと思います。今回は介護医療院に関してご紹介していきます。ケアジョーでは介護職の方にとって役に立つ情報を毎日配信しています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また個別のご相談も受け付けてますので、何かあれば概要欄の LINE までお気軽にお問い合わせください。それでは介護医療について見ていきましょう。介護医療院とは2017年度に廃止することが決定をした介護療養型医療施設の主な転換先として新しくできた要介護者向けの介護施設です。通所の介護サービス以外にも日常的な医学管理、看取りやターミナルケアといった医療的ケアを行える施設というのが特徴です。また既存の介護療養型医療施設は移行期間として2024年3月までは存在をしています。介護医療院で提供されるサービスを見てみましょう。先ほども話した通り、介護サービスと医療サービスが提供されています。介護サービスとしては食事、排泄、入浴の介助、レクリエーション、機能訓練、その他日常生活上の世話といったものがあり、医療サービスとしては点滴、在宅酸素、褥瘡のケア、注射などの薬の処方、看取りといったものがあります。もともと介護療養型医療施設は病院職が強かったのですが、新設された介護医療院は生活の場としての意識が強く出ている施設です。介護医療院は介護医療院1型、2型の2つのタイプがあります。1型は比較的重度の方が入居し医療的ケアを提供する病院職の強いもの、2型は入居者の家庭復帰をリハビリなどでサポートをする老健に近いものになっています。そのため入居者は1型の方が重い病気を抱えている方が多くなることが想定されています。1型はさらに療養機能強化型 A、B という2つのタイプが存在します。これはより重度な方を受け入れリハビリに励んでいるというものです。それでは働くメリットとデメリットを見ていきましょう。まずメリットに関しては、医師が24時間常駐しており急変には安心感がある。看護師などの立場の違う関係者が多く、特養などでは学びにくいことも学べる。新しくまだ多くないレアな施設での経験が積める。デメリットとしてはターミナルケアを行う必要があり人によっては難しい。厚生労働省としてまだ平均給与などを把握できていないので相場がわからないといったところです。介護医療院できた背景ですが、介護医療院ができるまでには紆余曲折がありました。始まりは1993年、27年前に遡ります。その当時病院に長期入院をしている高齢患者のうち、家族の介護が難しくやむなく入院している状態、通称社会的入院が問題視されていました。本来治療が必要ない人を入院させているので医療費が増大をする、緊急患者を受け入れられないという問題が出てきていました。この社会的入院をなくすために1993年に創設されたのが療養型病床群です。これは長期入院による医療提供が必要な患者が入る施設で、介護をメインにしたものではありません。この当時はまだ介護保険が存在していなかったため、医療分野で背負っていた状態でした。その後2000年に介護保険制度がスタートをし、介護療養型医療施設が創設されます。この中に1993年に作られた療養型病床群が再編されていきます。この時医療の必要性に応じて医療療養病床と介護療養病床に分けられました。しかし実際には医療の必要度合いはこの2つでほとんど差がない状態になっていました。これを受け今度は医療は医療機関で、介護は介護施設でと区分する方針が決定、介護療養病床は廃止することとなりました。2006年に入居していた人の受け皿として介護療養型老健を創設し、介護療養病棟から介護療養型老健への転換を進めていましたが、これもうまく転換が進みませんでした。そして次の受け皿として創設されたのが今回の介護医療院ということになっています。介護医療院は2018年に創設をされたため、まだまだ数は多くなく、全国で343施設という状況です。これは経営側としては施設経営の見通しが立たないということが最大の理由と見られています。厚生労働省は今後も介護療養病床から介護医療院への転換をさらに推し進める方針であり、今後に注目です。今回は介護医療院に関してご紹介しました。新しいタイプの施設で現在急激に増えている施設タイプになります。看取りも積極的に行う施設もあるようなので、ターミナルケアなどに興味がある方にとってはいいかもしれません。人間関係や仕事でのお困りごとなど何かご相談事があれば LINE までお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでもこの動画役に立ったと思っていただけたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で、さようなら。